こんにちは。今回はですね、ソニーの HDR-AS15 というカメラを購入してみました。皆さん、サバゲーで最近動画を見るときに、私今までそのハンディカムのカメラを使っていたんですが、で今回はこの話題のカメラを購入して実際に使ってみたいと思います。で、なんで GoPro じゃなくてこっちを買ったかっていうと、やはり自分は人と同じものを使いたくないという、ただそれだけの理由で使いました。というのは冗談で、この縦型のカメラということになりますので、まあ、GoPro よりも日本製ということで信頼性もあるのではないかということです。では早速使ってみましょう。どうぞ。それではですね、実際に、撮影した動画を見ていただきたいと思います。このカメラの特徴としては、暗いところでもよく撮れるということで、実際にこれ暗いところ行ってみたんですが、意外と暗いところも結構奥まで鮮明に撮れてると思います。青が強いというふうに言われている通り、確かに青が強かったり、白飛びが結構あるところが多く見られます。ただですね、やはりソニー自慢のですね、手ブレ補正ありということになっておりまして、やはりあの手ブレ補正というのがやはりかなり効いておりまして、ブレない映像になっております。ただですね、こちらの商品の方が純正ではですね、水の中でも使えるハードケースが入っておりまして、これ今音聞いてみると分かる通り、そのまま使ってしまうとかなり銃の振動や機械音なんかが全て、雑音として入ってしまいますので、これを純正で使用するにはかなり難があると思います。いかがでしょうか。これ補正なしのモードなんですが、意外とこういう音をさせてる動画も結構あるんですが、このマイクの能力についてはちょっと難があるということになってます。あ、ちょっと待って、終わり。今回はですね、銃の後方部のストックにくくりつけてみたんですが、こうすることによって意外と銃の本体も映って迫力がある映像が撮れると思います。画質はですね、こういったたくさん森があるようなところでは遠くまで綺麗に映るというわけにはいきませんが、まあ、このぐらいの大きさのカメラでですね、ここまで手ブレ補正も効いた映像が撮れれば十分使えるものではないでしょうか。難点としましては、この音をですね、クリアに拾うためには別売りのスケルトンケースというものが必要になっておりまして、この名の通りスケルトンケースということで、これをつけてしまうと肝心の防弾性能というものがなくなってしまいます。まあ、ただこういった用途に使うカメラですので、まあ、こういった破損もですね、想定のうちということで、まあ、そこまで気を使わなくてはいいのではないかと思います。スケルトンケースに入れてしまうと、もう音がですね、ほとんど絶望的に取れないということになりますので、スケルトンケースを購入して、銃につけたり頭につけたりすることをお勧めします。でアクセサリーなんですが、こちらですね、カタログ見るとヘッドバンドマウントというものがありまして、これスケルトンケースがついてるのかと思いきや、これは全くの別物ですので、頭につけたいという方はヘッドバンドマウントとスケルトンケースを別に買わなければいけないということになります。こちら商品にカメラのマウントするネジ穴がついてないので、必ずこういったものが必要ということです。まさにソニー規格ということですね。次に見ていただくのが、こちらが画角が120ではなく170の動画になります。ただこちらのモード確かに広角で広くて手ブレ補正の必要もないぐらい広く撮れるんですが、手ブレ補正モードが強制的にオフになってしまいます。ですので、手ブレ補正を使いたいときは170ではできないということです。ただこれ見ていただく通り、170度だとかなりワイドに撮れますので、そこまで手ブレでゲロ吐き動画になるということは考えにくいと思います。どちらかというと170の方が画質的には上がった印象があります。手前の銃を見ていただく通り、少し、手前の銃も歪んだ感じに見えておりますので、個人的には120の手ブレありの方がいいかなと思います。フィールド紹介なんかをするときはこちらの方をお勧めいたします。まあ、最後になりましたが、 GoPro に比べるとやはり一長一短ということで、どちらもやはり好き好みになりますので、私としてはどちら購入しても大丈夫だと思います。ではまた。